格好家は鳥のトガの一つである。現代的な分類では格好目唯一のトガであるが、歴史的には他のトガが格好目に属したこともあり、また格好家をいくつかのトガに分割する説もある。ほとんどが樹状性で、ごく一部が樹上性である。ただし同じ樹上性のスズメメとは違い、足指は前後2本ずつの大使足である。初列カ切キリは10枚。 羽毛は柔らかく、金属光沢のある、鮮やかな色合いの種も多い。お葉は長く、8から10枚。多くは、私有動色。くちばしは細長く、やや下に湾曲する。格好赤のほとんどと、他の赤の一部は、拓乱をする。ヒナが早く帰り、仮親の卵を落としてしまう格好族の習性が有名だが、冠格好族や鬼格好族は、 狩親のヒナと共に巣で育つ。極地を除く全世界の主に森林一部は草原や半砂漠に住み昆虫など小動物を捕食する。かつて格好を目に入れられていたエボシドリメとの相違点としてヒナが万生性である。また、エボシドリメは果実食で拓乱はしない。五赤に分けられる。次のような系統樹が得られている。ありがとうございます。